よろしくお願いします。はい、お願いします。古田智美と申します。ひらがなでね、書いてるんですけれども、あの、画面には多分映ってるんですけども。はい、あ、すいません。はい、私、外国人の方に日本語を教えているんですけれども、外国人の人からその、漢字ね、真ん中で線書いて折りたためますねって言われたことあるんですけれどもね。そんなこと考えたこともなかったなっていうのがあって。それから、古田智美っていうのが全部の漢字を読み間違えることが、読み間違えられることがあったんですね。うんうんうん、吉田さんっていうのが一番多いかな。ああ、ね。うんうんうん、それからなんかわからんけど古川さんって言われるのがあったり、古川さん、へえ、ともみさんじゃなくてあけみさんとかあきこさんとか言われてね、うんうんうん、全部足したら吉川あきこさんって言って誰かわからん人になってくるけどねなるほどなるほど、はい、まあまあそんなのがありましたけれども、あの、うん、古田ともみと言います、うん、さっきの自分のあの名前とね、あの写真、横の方にね、あのセミナーやってるところの写真出していただいてますけれども、上の方にちっちゃくですけれども、ヒデさんにね、あのメイク教えていただいて、もう私もヒデさんと出会うまではメイクなんかしたことがなかったですけれども、なんとメイクが少しできるようになったかなっていう感じになってきております。で、まあ、日本語教師をしてて、日本語教師っていうのは外国の方に日本語を教えるっていう仕事であって、そして、日本語教師になりたい人たち、まあ、あの日本人だけじゃなくて他の人でもね、あの外国の方でもそうなんですけれども、日本語教師になりたいっていう方の、あの学校で講師をしています。だからもうね、ほとんどやってないんですけれども、高等学校の講師もしてたことがあるので、なんかいろんなことやってるなっていうのがあって、また、最近は優しい日本語っていうのを広めたいななんていうふうに思っています。また優しい日本語についてはね、後でね、お話しさせても、ゆっくりとお話しさせてもらおうかなと思ってるのと、そしてなんと、去年1年前、まだ1年経ってないんですけれども、会社を作ってしまいました。はい。で、ありがとうございます。ね、いろいろとね、個人ではできないっていうか、まあ、一人でね、個人でやるには会社ベースでやった方がいいなっていうようなことが、学校ではできないようなことっていうのもね、いろいろやっていけたらななんていうふうに思ってますけれども、まあ、いろいろとね、大変ですね。いつもとは、今までだったら教えていればよかったっていう感じなんですけども、まあ、そういうわけにはいかなくなったというのでね、はい。まあでも本当にね、ありがとうございます。ステージが変わりましたよね。あの12年前に実は、バディね、トムちゃんとバディになって、これは何とか心理学のを学ぶ、メンタルケア心理師というね、まあ、あの心理学ですねを学ぶ時の、まあ生徒同士で、で僕もその時ちょっとやっぱりメイク心理学欠かせないなということで学びに行ったら、ね、トムちゃんも来てたと。でその時バディになってですね、なんかお買い物とかもずっと行ってですね、あれ何やったかな、シャドーイングっていうかな、コミュニケーションの一つのスキルでね、シャドーイングとか、要はともちゃんがもう物を買ってるところを同じように僕が後ろ、まあ、今で言うとそれストーカーですわね、まあ、そういうことをまあこの地元の近鉄百貨店の中でずっとそれをやって、で講師の人が後ろからチェックして、これ後ろ回ってくるね。あれしかしああいうことは楽しかったんですけど、そういうまあ12年前にそういうのを一緒に受けて、でその時にともちゃん12年前っていうことは、まあ年齢的にはですね、まあ、今言っていいと思うけどアラフォーということにしておきましょうね。当時はね、ね、もう今僕はアラカンですからね。でその当時にともちゃんが眉めちゃくちゃ太かったんですよね。そこから僕らの縁というんでしょうか。う、ね、まあ、もう僕もこういう職業柄ですから、すいません、ともみさん、一緒に勉強してるんですけど、どうも僕その眉が気になって仕方ないんで、大体あのセミナーってほらね、個別にこうやってやっていくもんやから、ずっと相手の話を聞いてやるんやけど、こう僕上ばっかり見てた記憶があったと思いますね。まあその当時から比べると、そのともちゃんの今の前の
ね、あのラインっていうのはすごくご自身でも描けるし、ね、40歳ぐらいまでメイクしたことないっていう言われてましたもんね。でこれはもう本当にあのファンデーションすら持ってなかったって言われてましたけども、まあ、それでももちろんあの全然いいんですよ。あのそういういろんなあのパターンがあって、もう素顔があの素顔で行くっていう人もいてるしね、まあ、それはそれでまあいいんだけど、まあ、メイク師としては僕としては、少しでもこの素顔のようなメイクと例えば眉を描いたらいいよねって話をしてから、そしてからどん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 こう変身していって、で今12年間の間にですね、最初はその日本語講師を日本語の、まあ、国語の先生とかいろいろされてたんだけど、会社まで作ってしまって、で海外のね1000人ぐらい あの海外留学生の方々をこう教えたりとかね、もう改めてこの間ちょっとこの配信するときにともちゃんってそらそらと何してんのっていうことで聞いたんだけど、まあ、今日は後であのプレゼン少ししてくれると思うんですけど、もう本当に日本語講師と言ってもいろんなお仕事があるということ分かりましたね、ともちゃんね。その中で一番今メインにしてるのが優しい日本語を広めるということでよかったんでしょうかね。その優しい日本語っていうのはあのどういうことかっていう、まあ、これからトムちゃんちょっと説明してもらおうと思うんですけど、まあこれご覧になっている皆さん、ぜひねあのその話の内容で質問とかあったらこうコメントね、初めての方でも何でもいつでも結構ですから、お気軽にコメントしてください。いいねハートマークしていただけるとね本当に嬉しいでございますので、よろしくお願いします。ということでトムちゃん、あの優しい日本語って、僕はもう優しい日本語って優しい、あ、まあ、簡単な日本語っていうことでいいのかなって思ってたんですよ、勝手にね。まあ、うん、そういうことなんですけれどもね、うん、簡単に言ったらそういうことって、あのヒデさん、うん、もう私もそうだけども、うんうん、みんなその日本の学校、小学校とか中学校で英語勉強するじゃないですか、うんうんうん、で中学校1年生とか2年生でちょっと英語勉強したら、うん、なんか喋れるかなって思うけども、ネイティブの人がいつもの調子で話してきたら分かんないじゃないですかはいはいはい、だからあの医学者っていうか学び始めの英語学習者に対してもうちょっと配慮してよっていうような、うん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 、簡単な英語で話しかけてくれたらこっちもあの話せあの理解できるしっていうのの日本語版みたいな感じですね。でその日本語版というのが一般の方がでも本当に普通に日本語喋ってる人からすると意識しないと優しい日本語できないっていう、うん、なんかありますよね。僕聞いてあ奥深いなと思ったんだけど、なんか一つの言葉を選択する時でも、うん、そうですね、ね、なんか例えば例があります、はい、そうですね、あの、この前言ったね、それからちょっといろいろと遊びでね、あの翻訳アプリを使ってあの日本語英語に直してまた日本語に戻してってしたら、あのこの前、正座してる人に言うっていうシチュエーションで、正座をしている人に、うん、してる人に対して言うってシチュエーションで、はいはいはい、足を崩してくださいっていうふうに日本語で言ったの、はあはあ、うん、そしたら英語に直ってそれ戻ってきたら足を折ってくださいって言われて折ってくださいってそれは無理とか思って折ってくださいっていうかね、なんかそんなに出てきたんでびっくりしちゃった、うん、なるほどね、そうなるんやね。じゃあそういう時に、うん、どう伝えたらいいかということになりますよね。そうそうそう、そういうことですね。これはあの今ご覧になってる皆さんは自分は日本語できるからっていう、まあ、僕もそういう立ちで あの大丈夫大丈夫って思ってたんだけど、海外の方に伝わるように日本語を意識して伝えていくっていうことのなんか秘訣がこれからあるんですよ。それちょっとまたこう講義を少ししてもらえると思うんですけどです、ね、いや本当奥深いなと思いました。なんかね、うん、そう、それからあと、まあ海外の人だけじゃなくって、あの、日本人同士でもやっぱり伝わらないっていうのがあるので、その時にやっぱり言い方を変えるっていうことにしたら、うん、変えていくと伝わっていくんじゃないかなって思うんで、それにも、あの、役に立つかなと思ってます。もうじゃあ海外の人だけっていうイメージじゃなく、もう日本語を、うん、ちょっと見直しよう、見直しようと、見直しよう、見直しようになってきた。で、日本語を自分がこうやって伝えていくときに、どういうふうな言葉を選択してあげたら、うん、相手にすごく心地よく入るかという、この、まあ、うう一つのコミュニケーションのスキルがアップするということですね。はい。じゃあ、あの僕、今日はあのライブ配信をして、ナビゲーターをしているもんですから、
まあ、ちょっと日本語を気をつけながらやらなあかんなということで、いやいや、そんなこと、採点をされてるかのように思うんですけど、まず、そうしたら、トビちゃん、ちょっとそうしたら簡単に、そうですね、教えてもらいましょうかね、せっかくなんでね、日本女性、はい、これわざわざね、この配信のためにトビちゃんがね、作ってきていただいたんですよね、これね、ありがとうございます。いえいえ、本当に。まあ、日本女性を元気にするということで、まあ、今日は特にね、日本語についてちょっと少し、そうしたら、レクチャーをしていただけたらと思います。はい、はい、ちょっとこれ一旦ちょっと待ってくださいね。まあ、質問とあればね、ぜひぜひその場でしてください。これ一応こういうことで下流れてます。いつもお気軽にコメントしてくださいねということでございます。はい、じゃあともちゃん、ちょっとそうしたら自己紹介を、まあ先ほどあれしたけど、ね、改めてね、このやってることがこういうふうなことがあるとお願いします。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。日本語教師、もう何年でしょうか二十何年仕事としてやらないのを含めると30年ほどやってるのかなって気がして、わあどうしよう、年齢が何歳からやってるんだっていうふうにね、自分でね、言いながら笑ってしまいますけれども、はい、日本語教師、外国の方にね、日本語を教えてます。今でこそね、日本語教師ですって言ったら、外国人の人に日本語を教えるんだってなんか通じるようになってきたんですが、私が仕事を始めた、そうですね、24、5年前はもうほとんど日本語教師それ何っていうような感じで、外国の人と日本語で日本語を教えるなんてどういう意味があるのみたいなこと言われたこともあるんですけれども、それがまあだいぶ認知はされてきつつあるなぁなんて思ってます。さあ、そしてその日本語を教えるっていうのも日本人だから教えられるわけじゃない、いろいろとね、日本語についていろいろ知っておかなきゃいけないっていうことがたくさんあります。で、そういったことをね、伝えていくことが、論理的にだとかね、わかりやすく伝えられていける、そんなね、日本語の先生っていうの、養成っていうかね、たくさん出てきたらいいなと思う気持ちがあったので、日本語教師を作っていく、養成していくっていう、そういうね、仕事の手を、やっております。そして、まあ、それと同時に、まあ、優しい日本語っていうのを広めていったらいいなぁ。もっとね、優しい社会。まあ、今ね、外国の人たくさん日本にもいらっしゃいますので、その人たちとね、どのようにしてコミュニケーションを取っていくのか。もちろんね、英語でコミュニケーションを取ったらいいって皆さん思うかもしれませんけれども、英語が通じないかもしれないというね、ことをね、考えないといかんと。特にね、日本にいらっしゃる外国人の方なんかでは、英語がわからないっていう方もかなりの数いらっしゃるので、外国人と見たら英語で話しかけるっていうのは、ちょっと向こうの人に対して、立場に立ってみると、ちょっと嫌な気持ちになるのかな。例えば、日本人の方が海外に行って、日本、あなた中国人ですかだとか、韓国人ですかって言われて、いや、日本人って言っても、誰も日本人で言ってくれなかったとか、中国語とか韓国語で話しかけられたなんていうのを聞いたことありますけれども、それと同じことをやってるわけなんですよね。日本人なのに、チャイニーズか、コリアンかっていうふうに言われるって、いや、違うのに、なんていう思う、うん、そんな、てんてんてん、むやむやっとした気持ちになってしまうっていうのがね、うん、英語で話しかけられ、日本にいる外国人の方が英語で話しかけられたりした時になることなんだな、なんて思ってます。うんうん、そう、そんな感じでね、ずっと仕事やってきましたが、まあ、そんな中で、日本語の先生をね、養成していく、日本語の先生自体を養成していくのはもう、文化庁がなんかその法律で決まったシステムがあるので、簡単にはできないんですけれども、まあその勉強してきた方に研修する場をね、提供したり、それから、日本語の先生が欲しいなっていう日本の企業さんだとか、そういった方々とのね、間に立って日本語の先生をね、ちょっと、ご紹介したりなんていうことはできるかななんていうふうに思って、アデフェックっていうね、会社をね、作りました。アデフェックって一体どういうことなんですけれども、自分がね、自分が大事にしてることっていうのの単語の頭文字を取ってね、結びつけた、くっつけたものなんですね。アデフェックの A っていうのはね、アクション、行動する、行動ですね。やっぱり行動しないと始まりませんし。D っていうのはディベロップメント、で、成長する。成長ですね。で、F っていうのは、find。
発見ということなんです。で、E っていうのは、これはね、あの、私の中でも複数のものがあって、はじめはエンジョイと思ったんですけれども、いや、エンターテインメントもいいな。私、エンタメ大好きなんで、うん、エンタメの現場にもいるので。で、それからエデュケーションもいいよね、なんていうふうに考えながら、まあ、いろんな意味を込めての E。そして C っていうのはコンフィデンスっていうのね、あの、自信とか、信頼するだとかっていうような意味合いですね。自分を、自分に自信を持ってやっていくとか、相手、仲間を信頼してやっていくだとかっていうのにつなげていったら、そういったね、ことを大事にしていきたいな、と思って、会社の名前にしました。はい。まあ本当に会社のを作る、ね、まあ本当にこう、日本語の教師から、で、今もういろいろその会社を作るだけでコミュニティを作って、あの、そうですね。コミュニティの中で、まあ、セミナーやったり、勉強会やったりした時には、ね、うんうん、いくらかお金いただいたりしてますけれども。はい、そうやね。まあ、あの、そんな、あの、すごく、去年、会社立ち上げて、まだまだそんなほやほやということでしたけど、まあ、それでもね、すごく、利益を、なんとか、あれして、まあ、まあ、調子ええということにしておきます。ね。あの、そういうことにしてください。しておいてください。はい。すごく、すごく、すごい、すごいということでございましたね。はい。まあ、どこまで言うていいかわからない。ね、まあ、そんなともちゃんですけど、はい、とにかくメンタルケア心理師の資格の勉強の時はね、あの、なんか、めちゃくちゃ、まあ、最悪な時、まあ、人生誰でもこう、いろいろありますよね。ターニングポイントがあると思うんですけど。ね、まあ、その出会った時、ひねくれ者やったということをね、ご自身に書かれてますけど、そこら辺ちょっと、どうぞ言ってください。ありがとうございます。ヒデさんとの出会い、ね、本当に12年前ですね、はい。あのね、本当に自分がちょっともうどうしようも、心理的に、ね、落ち込んでいてどうしようもなかったんで、なんとかしたいっていうので、まあ、あの、このメンタルケア心理師っていう資格のセミナーっていうのかな、勉強会があったんで、そこで勉強したら何回、きっかけがつかめるかなと思って参加して、まあ本当にきっかけがつかめて、その後ね、V 字回復といいますか、回復してきたんですけれども、もうね、自分に素直になれないんですよね。だから、素直じゃないんですよ。自分はこう言いたいのに反対のことを言うとかね、あの、やってほしいのにやってとは言えないとかね、妙にプライドが高いんですよね。で、あと、自分に自信がなくて自分のことができないって言って言っていた。で、あとそのくせ人その癖っていうのかな、人に興味がなくて自分しか見てなくって、でも周りにどう見られてるのかっていうのはすごく気になってっていう、ね、どうしたらいいんだろうっていうような、振り返るとそんな感じでございます。そうですよね。でもこういうことは、まあ、僕自身は初めて出会った時はそうは思わなかったけど、やっぱりこういうふうにその時はそうだったんだっていうことをね、ご自身が言って、うん、でやっぱりメイクをしだしてすごく変わったということも、あの、初めてそのまあ、感想をいただいた時の、まあ、手前味噌ですけども、やっぱりメイクの力すごいんやなって、僕が改めてね、ともちゃんがもう僕の本にもね、出演していただいてる通りね、ものすごく変わったんですよね。だから本当に僕はあのひねくれ者って書いてる、もう素直になれよっていう、僕いつも言うんやね、お客さんも言うな、もうね、分かったから素直になれよって言うんだけど、まあ、結構多いんですよね。でも本当にこう、ともちゃんが今言ってくれたけど、こういう方非常に、特にまあ、女性と男性って関係ないんだけど、特にそのなんかな、やっぱりこう、人よりかこう、舐められたらあかんみたいなところで、こう、シャキッとしとこわなあかんとか、まあ、いろんな部分があると思うんだけど、うん、まあ、ここに書いてるように素直になれない、プライドが高い。で、そうは言いながら自信がない、自分のことが嫌い。うん、で、人に興味がないというね。うん、まあ、本当に、まあ、ここまでよく書いてくれたかなと思うぐらい、でもそういう特徴のある人ってやっぱり多いですし、で、美容って美容の力、メイクの力は自分を認めるっていうね、一つの、あの、やっぱり顔を作っていくことによって、すごく自分がもっと人に見てもらっていいんだっていう気持ちになったとかね、よくそんな感想書いてくれてましたね。 そうですね。その辺のこと、はい、ちょっと、はい、そうですね、もうだいぶ前ね、ちょっといやいや、そんなことはないですけれども、うんうんうん、あの、本当に、ね、ヒデさん、初めはね、あの、眉変えたらとか、眉なんとかしたらって言うとき、何言ってんのこの人みたいな感じで、ちょっと、うんうん、あの、反発みたいなのがあったり、うん、あの、言われるとね、腹が立つんですよ。そうだね。そういう、こういう人ってね。で、素直に聞けなくってなんだけども、その時はまあ、素直に聞けなかった部分もいくつかあったかもしれないけども、まあ、比較的素直に、うん、あの、ね、サロンに
ったんじゃないかなと思います。いや、比較的そう、あ、素直に来てくれたと思いましたよ。だからやっぱり僕もね、うん、負けず言いました。いやもうとにかくその前なんとかする方がいい、とにかくってこう会うごとにね、なんかセミナーでやってるごっとりその話になって、いやもう眉を変わるだけで全然印象変わるからさみたいな感じ、もう言い方悪いけどめっちゃ暗かったんですよ。もう、うん、今のこんな雰囲気じゃなかった、活発な雰囲気もないし、なんかむつっとしててこうなんか人と話できにくい、こっちが するのがすごくやりにくかったみたいな感じのね雰囲気だを出してましたはっきり言うってそうやったんよねだけどそうそうそう、やっぱりバディやから一生懸命コミュニケーション僕は取ってたわけでそれそうするうちにだん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 なんか、あ、ともちゃんってこんないいとこあるわってどん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 分かってきてね、うん、ですぐに素直になって、すぐに眉描いて、すぐにメイクやったことないけどってファンデーションとかいろいろ見つけて買って、うん、でやり出してみたいな、そこの時ってもうこの何でもこれ大事なポイントだと思うんですけど、いくつになっても素直になって吸収する時ってあれ本当に吸収力早かったよね。一瞬でバーッと学んで、そうですね、うん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 、ね、いやだって40年近くメイクしたことのない人が僕のあの3つの顔を作ろうというちょっと本講座あるやん、あのちょっとレベルの高い講座やりますって言って来て、ね、ほんでそのうちの一つがあの今のほら講師業をしてるプロフィール写真になってるからね、それもちょっと後で見てもらおうと思うけど ね、はい、ね、うん、まあとにかく変わりました。もう本当に嬉しい、はい、ね、本当にヒデさんのとこに、行かしていただいて、そして、まあ、メイクも、そして、そしたらもう、ヒデさんも、もう、ここで写真撮っとこうとかって言ってね、いつも言ってくださって、そして、写真撮って、うわ、これ、とか思いながら、ね、撮っていただいた写真何回も見直したりしてるっていうのが続いてると、ね、その写真見ると、すごい、私、変わる、違うな、変わるな、これ、誰とか思いながら、いろいろと。ね、あ、本当にあの写真もね、また一回ちょっと出す、もうとにかく、まあ、こういうちょっと皆さんね、ご存じない人がいてるんで言っときますと、やっぱりめっちゃハードに仕事されてるんですよ、やっぱりいろんな、ところで引っ張りだこなんで、ともちゃんってもうくたくたになってる、ね、普段はもう充実してて、もうくたくたなぐらいいっぱい仕事した後に、はあ、私にご褒美でっていうことで、まあ、ちょっとうちサロン来ていただいて、でやっぱり綺麗になって眉をまた整えたり、まつげやったり、いろんな、まあ、美容の力でやると、うん、出ていくときってまた元気になるというね、まあ、それこそ僕で言うと 海とか太陽は海へ行って釣りやるんと一緒で、釣りやってるとねめちゃくちゃ十分にねご褒美もらえるような気になるんでね、まあ、うん、そんな感じにねすごく思って、もう今も本当にねどんどん綺麗になっていってますけども、ともちゃんにちょっと 61%、36% というこの数字をちょっと教えてもらいたいなと気になってるんですけどもね、ちょっともう話はコロッと変わりますよ。話は変わるんですね。それは優しい日本語の話ですよ、はい、つって。そうですよ。で、ちょっとこう、もうまずはちょっとここの、優しい日本語というのをちょっと聞いとかないとさ、せっかく皆さんのお役に立たなあかんから、これ、はい、どういう意味なんでしょうかね。この数字はね、調査が行われたのがちょっと古い数字なんで、また最近では変わってると思うんですけれども、うんうん、日本に住んでいる外国人の人のが、に調査をしたんですね。ある調査をしたんですね。うんうんうん、だから旅行に来たわけじゃなくて、まあ、在留資格っていうか日本に、うん、住所があって住んでる人なんですけれども、その人たちに日常生活で使っている言語は、自分たちがね、コミュニケーション取れる言語は何ですかっていうふうに聞いたんだそうです。うんうん、そしたら、61% の人が、なんとか語って答えて、36%、うん、なんとか語っていうのは 36% だったっていうのを言いたいんですけども。これどっちやろうな、ちょっと待って。これ皆さん考えて。来住の海外の方が日常のコミュニケーションを取る言語は 61% ということは、まあ、普通英語喋ってる人だったら英語になってくるよね。だけど現地に来たらその英語で喋ってたらあかんからって、できるだけ日本語でやってるんかな。これはどっちやろ、ややこしいね。36、61か。よし、61日本語あかんかな。当たりー。そうなんだ。これ、
自己申告なんで、どの程度っていうのはね、微妙なとこあるかもしれないんですけれども、うんうんうん、普段使ってる言葉っていうのは、その日本語って答え者が 60% が日本語わかるっていうふうに答えたっていう話で、英語がわかるとか、英語使ってるって人は 30% ぐらいだったっていう話なんですね。うんうん、でそこで、そしたらそれをとも、うん、ちゃんが今やってるのが優しい日本語を教えるということで、うん、これがあれね。そうですね、だから日本語使ってるって言っても、今ヒデさんと私が喋ってるようにこんなにペラペラ喋るわけではなくって、うん、本当に中学校、うん、英語で言ったら中学校で勉強した英語っていうのかな、うん、本当に基礎的なものだけっていう人も多いんですけれども、うんうん、そういった人に対しては分かりやすく喋ってだないと、配慮して喋ってあげないと、はいはい、通じない、日本語が通じないっていうのかな。だから、外国人、その勉強した、外国、日本語を勉強してる人に対して、その人が分かる日本語っていうので喋ってあげるっていうのが大事なんで、うんうん、そうすると、こっちが配慮してするっていうのが必要になるのかなって感じがします。で、その、優しい日本語を配慮するためのポイントがこれからあるのが、うん、まあ、海外の人に対してもそうだけど、同じ日本人同士でもためになるよね、これ。絶対ためになりますよね。はい、うん、それをちょっとこれから、はい、レクチャーしてください。はい、ありがとうございます。はい、優しい日本語を話す癖をつける方がいいと思います。まあ、癖をつける。意識、そんな意識、なんか伝わらなかったら、なんで分かってくれないのじゃなくて、伝えたじゃなくて、伝わったまでちょっと意識持っていけないかなと思うんですよ。はい、例えば、なんか例題ありますの、その。じゃあ、さっき私がヒデさんと会った時に暗かったって話があったじゃないですか。はい、はい、はい。で、その頃、まあ、100% ではないんだけども、引きこもりだったんですよ、うんうんうん。引きこもりっぽかったんですよ、うんうん。引きこもりって英語で何て言いましょう。また難しい、また難しい。引きこもり英語。ステイホーム。あ、ステイホームある。ステイホーム。まあまあ、今ステイホームだよね。ああ、そうやね。引きこもり。そう。これ難しいな。うん、その引きこもりっていう言葉にこだわるんじゃなくて、引きこもるっていうのは一体具体的にどういうことなのかって考えて、具体的に言えば一日中家にいるって言えばいいだけなんですよね。ああ、なるほど。だから I was in my room during doing nothing all my all day long かな、なんかそんな風に。ちょっと緊張して英語言うの怖いけど。さすがやな、もうそんなこと僕は言えないからな、緊張する前に言えないから。なるほど、簡単に私は家にいましたって言ったらいいだけだ。 I was in my room とか in my house all day とかね、はあ、all day long って言ったらいいだけなんで、はあ、あ、なるほどね、うん、ああそっか、それを日本人の方は日本、その知ってる日本語をそのまま言ってしまうと、うん、そうね、引きこもりってそれなんてなるよね、それはそうだね、うんうん、難しいよね。だからそれを一旦一日中家にいて何もしなかったって言えば、あ、なるほど、引きこもりがちょっとニュアンス違うけども優しくなってますよね、うん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 、で優しくしたら英語とか他の言語にも直しやすいなと思って、うん、うんうん、なるほど、なんとなく言わんとしてくることは分かってきましたよ。で、親切な簡単な日本語ということで、これ短い文でっていうこと、これは そういうことよね。そうですね、長い文はなかなか翻訳っていうかその変えるの難しいし、うんうん、それから何を言ってるのか途中で分からなくなっちゃうので、うんうん、短く した方が伝えるポイントが絞れるので分かりやすくなりますね。うん、これよく、まあ僕も気をつけやなあかんねんけど、何を言いたいか分からんままいっぱい記事書くんと一緒やね。要は結論がないままなんか言ってる人って言ってるよね。そうそうそう。なんか文章にヒデさんもね本書かれたんで、書いたら途中で
文が長くなれば長くなるほど途中で文が曲がる、ねじる、ねじれるっていうのかな、なんか主語と述語が変わってきたり、なんか言いたいことがなんかおかしく変わってきたりするじゃないですか。で、短い文やって誰がどうしたとか何がどうっていうのをちゃんとその言っていくと、まあニュアンスはちょっとね、言いたいニュアンスは変わってくるかもしれないけども、大事なポイントは伝わるんじゃないのかなって思うんですよ。うんうんうん、わかります、わかります。あの本当に脱線するよね、長いことこうやってるとね。本当に、あ、そうか。あの喋っててもあこれ言おうとかと思ってそこに入れてしまって余計にわけわからなくなってしまうこともありますよ。うんうん、そうやね。まあ僕らも海外行った時に、なんかこう長い英語なんか喋りやんから単語で喋るよね。まあ単語みたいな短く、ね、うんうん、そうですよね。そうする方が向こうに伝わりやすいっていうのはありますよ、うん、逆説的にそうだね、はい、僕らもそうやね。そうですよね。そういうことだよね。うん、なるほどなるほど、そうか。まあでもそれは意識しておかないとなかなかバーッと喋ってしまいそうになる。道聞かれて、海外の人のサロンの、うんうんうん、まあ、前でよく聞かれるのね、サロンの前これよく来てたからね。はい、そんな時って日本語で普通にじゃーっと喋ってもらったらあかんわね。あそこよあそこあそことかさ、適当なこと言ってるけど。なるほどね。まあ決まった正解がないっていうのは、これはそうしたら相手の立場になる、なるということ。そうですね、うん、相手の立場に立って、相手が何分かって、どんな日本語が分かって、うん、どんな日本語が分かってないのかって分からないんで、なので、あの相手にちゃんと伝わる表現だったら、うん、向こうがなんか、うん、あーっていうな、うん、になるまで頑張って、うん、あの変えていったり、それから、あの今携帯電話でも、あの無料の翻訳アプリがいっぱいありますよね。うんうんうん、で、ああいうのに、あの優しい日本語で入れるとちゃんと翻訳してくれるんだけど、普通の言い方にするとなんか変な言い方になってしまうことがあります、ね。なるほど。あの本当に笑ってしまったのが、あの駐車場なんかで、うん、あの前向きに駐車してくださいって書いてる、後ろ向きじゃなくて、うん、バックじゃなくて前向きにって書いてあるとこがあって、はい、あの前向きに駐車するって翻訳アプリに入れたら、うん、あのポジティブパーキングって出て、そうか、ポジティブにやったらいいのかって。突っ込めっていう話やね。突っ込んで駐車。ほんまやな、それすアクセル全開っていう感じやね。なるほど、そうか。そういうこと、そういうことをだから本当におかしいなこといっぱいあると思う。優しいという言葉一つだけでも結構難しい、うん、たくさんあるよね。そうですね。これは出していいかな、出してみようかな。いいでお願いします、お願いします。はい、まあ、優しいって、まあ、簡単という意味も優しいだし、それから親切って意味もジェントリーとかね、いや、まあ優しい、イージーですよね、うんうん、ジェントリーとかカインドリーとかフレンドリーなんていうのも優しいだし、うんうん、だからなんか心広くっていうかね、何か受け止める、うん、あの共感するだとかね、なんかそういうのにつながっていくのも優しいかなっていうふうに思うんですよ、うん、あ、考えたことないね。もう僕らやっぱりこれ聞かないとね。でも私、まあ、仕事柄ですけれども、講師、まあ、ヒデさんもね、あの、講師されてますけども、うん、講師として前に立っていたら、まあ、ヒデさんも伝えたいことがたくさんあるけども、うん、ヒデさんも、あの、押し付けるでなく、相手に配慮して共感しながらやっていくじゃないですか。それっていうのが、やっぱりこの優しいっていうのの言葉に含まれてると思うんですよ。うん、なるほどね。うん、そっか。わかります。はい。うん、大事ですよこれ。あのちょっと前後してすみません、今ちょっと吹き出ましたけど、あのコメントくれました。うちのかみさんがポジティブ。やっぱりここ受けてますね。やっぱ受けるよね。ポジティブパーキングでね。いやこれほんまにな。笑うな、こんなんなんだな、やっぱり前向きにとかな。そうですね。どう入れたらいいんやろうな、どう日本語で説明したらいいんやろうか、こういう時って。うん、だからあのフォワードとか、なんかやっぱりこの、難しいな、これ。
でもこれは後ろ向き前向きって言い方をしたらなんか出てくると思うけどね。あ、だからあの優しい日本語をする時のポイントっていうのに、うん、あの言葉だけじゃなくって動作もつけるっていう。あ、なるほど、はいはい。なので前向きっていうのと後ろ向きっていうのでやっぱり後ろ向いたりすると、あ、これが前向き後ろ向きだなっていうのに。ああ、そうやね、うん、ジェスチャーっていうのも大事よね、やっぱりこう、ね、そうそうそう、はい、うん、だからそのどうしても一生懸命伝えようと思ったら言葉だけになってしまいがちな場合もありますよね。そうじゃなくて伝わるために何が必要かって考えるとジェスチャーもイラストも絵も描いていいと思うし、うんうんうん、視線だとかいろんなものを使って伝えるっていうのが大事かなっていう思うんです、うんうん、そうやね、なるほどなるほど、そっか、ちょっと待ってね、はいはい、いろいろ勉強なのな、やっぱりこれ。いや、日本語喋れるからいいわと思ってたけど、そういうわけでもいかんねん。あともう一つ、はい、配慮のところであるんだけども、はい、ヒデさんも私も和歌山に住んでいるじゃないですか、うん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 、和歌山弁ではありませんか。和歌山弁やで、和歌山で、これまた、笑い話なんですけれども、うんうん、コーヒーと紅茶どっち好きとかどっち飲みますかって聞いたときに、うん、和歌山の方言で、コーヒーしかいいって言い方しますよね。しか言うね、しかね。しかって、うん。はいはい。で、これもコーヒーしかいいって翻訳アプリに入れたら、うん、カフェデンテストって出てきたのよ。コーヒー歯医者。デンテスト。コーヒー歯医者、コーヒー歯医者。コーヒー歯科医だから。ああ、そうか。うん。はあ、そう。アプリってすごいよ。すごいな。なんかその、はい、そういう面白いアプリの例をいっぱいちょっと一覧にしてともじゃそれ作ったらおもろいんちゃう、もう。じゃあまたこれアップしていこうかしら。アップしていったらいいと思う。そのなんかこうそういうのってほんまに笑い取れるなこれ。とともみんさん見てますよ、奈良のみや。奈良のみやさんだ、ありがとうございます。はい、もうずっとね見ていただいてありがとうございます、ほんまに。ありがとうございます。コーヒー司会がおもろかったなんや。あ、そうか、気をつけなあかんな、やっぱり和歌山弁って結構あるよね、鹿とかね、うんうん、はい、そうですね、そう、うん、あと和歌山弁を英語にしてみた。和歌山弁を英語にしてみた。日本和歌山の方じゃない方が、うんうん、和歌山弁を聞いて、うん、なんか和歌山に人ってみんなチャルチャル言うよねって言うんですよ。チャルチャル。チャルチャル。シチャルとかシチャールって。あ、よよ、うん、よよ。シチャール、シチャル。うん。意味違うで、シチャールとシチャルが。違う。うん。それわからないって言われた。これわからんわな。そら、これ大阪の人もわからないのに外国の人絶対わからない。そりゃそうやね。まあ、方言はそうやね。だから方言はやっぱ気をつけや、うん、特に日本、そうやね。標準語で、しかも優しくみたいな感じになってくるよね。うん、そう。ほんでこれがさ、優しい日本語の心がけの中にハサミって法則がある。そう、ハサミの法則って言うんですけども、うん、でもどうやったら優しくなるのか、優しい日本語になるのかって言ったら、まあ、細かいこと言ってたら、漢語よりも和語の方がいいですよとか、こういう表現は使わずか、こっちの表現がいいですよとかっていろいろ細かくなってくるんだけど、うんうんうん、初めからそんなこと言ったらもう受け付けなくなっちゃうんで、まずはハサミの法則って言ってはっきりと話しましょうと、うんうんうん、日本人、日本人だけじゃないけど伝わるかなどうかなって自信なかったらちっちゃい声になってニュニュってなってしまうんで、うん、はっきり話した方が分かりやすいと、うん、当然のことながら、うん、そうね、はい、うん、それから最後まで話しましょうと。日本語って結構文法構造から言ってその文の最後に大事なことがあるので、うん、それを省略してしまうと伝わらないっていうのがあります、うんうん、で長くなってったらさっきヒデさんと話をしてましたけども文がだんだんわけがねじれてくるんで短く
切って話をしていくっていうのが大事。それから、ですとかますって丁寧に言うとき、何々しますとか何々ですって言い方するじゃないですか。このですとかますって使った方が簡単なんですよ。ああ、そうなん。うん。日本語講座になっちゃうんですけども、まあ、一つだけね、言わせてもらうと、昨日の話するんだったら、ますっていうの、まあ、飲みますっていうのを、昨日飲みましたって言ったらいい。で、飲まなかったんだったら、飲みませんでしたとか、飲みませんって言って、ますました、ません、ませんでしたっていうのを、どの動詞にでもつけられるんですが、もし、それ使わなかったら、飲むっていうのは、昨日は飲んだって。どこからともなんか運がやってきて、たーに点々がついて。飲まないって言ったらいつの間にか飲むが飲まってに、まあの音に変化したりっていう、はあ。飲みますが飲まないって変化したりっていうふうに。音変化が、日本人気にしてないんですけど、音変化があるんで、あ、音変化なくそうと思ったらマスをつけたら音変化なくなるんですよ。あ、なるほど、うん、意外とそれ大事やな、そのポイント。そうそうやね、うん、だから砕けた表現にするとすごく分かりにくくなるのは、いろいろ動詞に、まあ、いろんな言葉形変わ、英語もそうだったけども形変わりますよね、うん、日本語の場合には、うんうんうん、で形をなるべく変えないようにしようと思うと、ますとかですをつけると形があんまり変わらないんですよ。うん、はあ、はあはあ。なんで、なんていうのかな、簡単な知識だけで、日本語の知識だけでコミュニケーションできるっていうので、私、過去にそれ、サバイバルジャパニーズといって、1週間コースって言って教えたことあります。そうなんや。へぇ。サバイバルジャパニーズ。やっぱコツあるよな、うん、もうほんならやっぱり和歌山弁でシャールとか、うん、シャールとかシャルとかこんなこと言うてたら、それは言われてみればこれ意味が違うってこれ書いてくれちゃうけどさ、うん、そうそうそう、それは分からんわね、これね。で、分かりませんよ。遠山さんも久しぶりにコメントくれちゃう。あらわ、それはそうや、シャールしてあげるという意味ですかって、それは分からへんわ、日本人でも分からへんわね、これね、うん、そうそうそう、遠山さん違うんですそれはって言って。シチャールの和歌山弁でシチャールっていうのはしてあげるで会うてるわな。シチャールよ。それはシチャールじゃなくてシチャールや。それはシチャールか。あ、そうや。してあげるっていうのはシチャールやな。じゃあシチャールっていうのは何かしてるっていう意味か。そう。今、ライブ配信シチャールに。現在進行形やシチャールね。これ、和歌山弁の、僕でもこれ、間違えそうになるわ、これ。ほんまに。ね、なかなか、そうか、これ考えた、はい、日本語ってこれ考えたら奥深いね、やっぱりね、うんうん、でも別に方言あるの日本語だけじゃなくて、うん、私、うん、まあ、英語の先生によく日本語を教えるんですけれども、うんうん、英語の先生が英語の先生同士で集まって英語の方言講座やってはって、どれが一番クールかっていうふうなことね、なんかずっと休憩時間にやってるの聞いてたけども、わからないとか思いながら聞いてた。ほんま、逆に言うたらこれ和歌山弁講座とかあるけどさ、もうこれから和歌山弁だけでこれ今ライブ配布しゃあるよーしゃあるよーってこうやってやったらさ、全国の人がこれわけわからんこと言うとるってなるわね。あるもんね、実際の話、和歌山弁講座っていうのをラジオでやってるもんね。やってますね。やってる。いや、それ奥深いわと思って、はい、シャールとかと言うわ、うん、何々しかとか、うん。確かに歯医者さんいっぱい持ってこいってなってくるな、これやったらね。それしかいいわ、これしかいいわって言ったら、ね、ステーキしかいいわって、ステーキにしようかとか、シャールとかよ。歯医者さんいっぱい。ほんま、歯医者さんいっぱいになってくるな、もう。なんとも、はい、今日はめちゃくちゃ面白い日本語講座になっておりますけど、トムちゃん、なんかもうあっという間にこれ時間来るから、さ、なんか、ね、せっかくやからさ、これなんか伝え、この、これ難しい言葉、これもせっかくやから面白そうなんで聞こうかなと思って、はい、いいかな、いいです、これこれ、お、
三月期ですね。これは僕知らんわ。なんか有名な言葉やと思うけど。有名っていうか、まあ、小説、三月期っていう中島敦さんの、小説の一節なんですけれども、私、このセリフを、その小説の主人公が言ってるんですが、その主人公の気持ちっていうのが、その私の、その、若い10代の頃の気持ちだったわけなんですよね。でこれちょっと読ませてくださいね。はいはい。己の玉にあらざることを恐れるがゆえにあえて濃くして磨こうともせず、己の玉なるべきを半ば信ずるがゆえにろくろくとして河原にごすることもできなかったというですが、ちょっと何十言で読みましたが、言葉が良かった。今のちょっといいね。で、己の私が素晴らしいというか、なんかいろんなことができるとかね、自分がこんなことできるとかっていうのが、まあ玉っていうなんか素晴らしいものって意味じゃないですか。自分が素晴らしい人間だと信じたいんだけども。それ努力してそれを磨いていったりなんかしていこうとしたら、あ、やっぱり私できないんだと思ったらショック受けるじゃないですか。ああ、受ける受ける。だから自分がその気づきたくないから、そこに触れ、自分がやりたいことに触れないでおこうみたいな。はあ。それが濃くして努力して努力して磨いていこうとはしない。あ、はいはい。で、その後半の部分は自分が素晴らしいんだっていうことを半分っていうか信じてるがゆえに、周りの人たちと仲良くするなんていうようなことはしない。自分は違うんだよっていうか、プライドが高いんですよ。あなたたちとはちょっとレベルが違うんだみたいな感じで一緒に。コックっていうのは、ろくろくとして代わりにごくす。コックっていうのは、どれどれ？コック。この、二つ目の二行の方は、そしたら、信じて、自分を信じてるわけやから、これな、ろくろくとして。上の二行が、上の二行が素直でない、いいちごだよな。ともちゃんの言うと、まあ。両方素直じゃないんだよ。あ、両方素直じゃないんか、これ。上の二行は、自分が、立派な人、まあ変な話だけど、立派な人間になれ、なりたいんだけども、努力してったら、あ、やっぱりなれないんじゃないかって思うのが怖いからやらないっていうこと。はあ、なるほど。はいはいはい。で、後半の2行は、自分は立派な人間だって信じてるから、周りの立派じゃない人なんかと付き合うものかって言ってるのが。ああ、なるほど。これ両方あるね、やっぱりね。人って、そういう意味ね。両方あるね、これね。そうか。ちょっと嫌でしたけど。なんでこれを選んだの？自分が高校生っていうか、大学生の時、教科書にこれがあって、教科書に、自分が教育実習の時なんだけども、これがあって、これを、ちょうどここのフレーズのところを実習、生徒さんに教えるっていう高校の先生のがあって、で、自分にちょうど待って、自分の気持ちを言ってるような、昔からこの話はしてたんだけども、ところだったんで、非常に感情移入をしながらやった記憶があると。で、そして忘れられないフレーズになってるっていうのがあって。で、嫌な言葉だから、そんなに好きな言葉じゃないから、忘れようとはしてるんだけども、こうやって元気になってくると思い出したっていう話なんですけどもね。ああ、なるほどね。ちなみにこの話、主人公、まあ、小説だからだけど、自分が人間の心をそこから失っていて、虎になるっていう話なんですよ。ああ。人の心を失っていくんです。それあかんやんな。奥深いや。小説ですから。小説な。はい。僕あんま知らない小説です、すみません。はい、いえいえ、もうそんなんで。ちょっと待って。ちょっとね、国語の先生っぽいところ。そうやろ。やっぱり、その難しい話になると僕が、ついていけへんなんてきてるの分かるやろ。もうだから、もう、自分のところのサロンの写真を見せようも。これ、ともちゃん可愛いわ、これ。ついこの間やで。でも、これやっぱ髪型とか、ね。そう、やっていただいた直後に。やってそう直後にほんでこれ福袋や福袋まで買っていただいた時の写真で 僕も満面の笑みしてるわ。
お互いウィンウィンや、もう美しくなって、はい、もうね、美しくなって、うん、はい、そうそう。でもこの写真って結構自分で言うのも恥ずかしいけど可愛いと思うんですよ。いや可愛いよ。いやこれね、自分で言って言って、いつもと違うと思って。じゃあほんま言って言って、これはね、うちのかみさん、ほらちょうどね、こういうセットしたらいいよって言って前髪作ってやって、うん、今まあかみさん見てるからちょっとね、ありがとうございます。うん、そうそうそう。やけど、いやほんまにこの写真はね、表情がねすごく自然でね、いいと思う、うん、これはいい。だから僕ちょっと選んだんだよね、うんうんうん、でこれはこれでほら習いに来てメイクレッスン習ってくれた時に、こういろんなノータイプ別にね、メイクしたらいいよっていう話でやった時に、はい、まあ普通の普段のこうゆっくりするタイプと、うん、エレガントにするタイプと、で、うん、凛とするタイプで、この写真の方を凛とした方をプロフィールに使ってくれてるよね。まあそういうふうにしていろいろやり方あるもんね、うん、あ、ほら、あ、嬉しいです、ありがとうございます。かわいいよね。いやほんまにね、これはね、これスマホで撮った写真やもん。そうですね、うん、いやこれでもほんまにプロのカメラマン顔負けやわ。こういう、ありがとうございます。これはいいよ本当に、うん、これはこれはプロのカメラマンに撮っていただいたもの。これ僕やん、僕が撮った。これそうじゃないです。うん、でこれもそうやね。これいつ撮ったんかな、なんかこれはかなり前じゃないですか。これもこれヘアメイクアップって書いてるもんな。これそうや、うん、僕撮ったな。まあずっとだから長年12年間ぐらいずっと通っていただいてるからさ、やっぱりいろいろとね、はい、これはこれでまたちょっとこうエレガントなイメージで少し、うん、でもメイクはあんまりそんなに濃くしない、いつもね、トムちゃんの場合、はい、そうナチュラルな感じで。実はこれ、この本ね、僕の去年のちょっと手前味噌ですみません、宣伝してしまいますけども、決め手は1ミリ美眉メイク、去年5月30日に全国出版させてもらったんだけど、もう一番最初に声かけたのはトモちゃんで、本当にこれ紹介させてもらいたかったりね、もう長年12年ずっといろいろとお互い紆余曲折もしながら心理学を学って、こういうどんどんこのとこからいろいろ這い上がってきて、まあ、ステップアップしていってね、ステージアップをお互いしながらですね、まあ、本当にまあ、まだまだ成功中、言葉をどう いつ言うたらいいかわからない。僕はもういろんなプチ成功をどんどん積み上げてきてるとお互い思ってるのね、うん、あの時のこと思ったらね、まあ、心理学学んでる時ってすごく結構いろいろとね、お互い悩みながらやってたからね、うん、悩みながらやりましたね。だからそうなって12年経ってこういうふうな結果が出てきてっていうことで、まあ、本の中でも書いてるところ、このあの時少しのここに、見えてる、これちょっとあの時少しのアドバイスを聞いただけで心が軽くなり、行動を変えただけで気持ちが明るく、足取りも軽やかになった。こんな自分が変化したことにだんだん自信が出てきて、自分の可能性をもっと信じようと思った。ずっと自分が嫌いだったけれど、これその12年の時言ってたね、12年前に言った。今は自分が大好きと言います。今はとても嬉しい、幸せな気分、そして周りの人にありがとうって伝えたくなった。幸せな気持ちをみんなにも伝えたいと思った。本当にありがとうって、これ実際ともちゃんがほんまに手紙くれたんよ。でその時、まあ、これまあ僕も本当にこれこそ仕事のねやりがいというんでしょうか、もう人の人生変えるんかなっていう、このメイクたった眉のことから入ったんやけどね、まずは眉やったけどね、はい、だからその決め手は1ミリというこの本の表紙にもなったんだけど、まあともちゃんにもこういうふうに出ていただいてというね、まあ、本当にそう考えたらもうすごいご縁でね、来てます、はい、ということで、まあ、もう一回だけはい、かわいい写真を、まあ、どんどんこうやって若返っていただいてですね、これ本当にまだ今年で最近やもんね、この間1ヶ月ほど前かな、1ヶ月ぐらい前ですよね、うん、前もね来てもらって撮ったばっかりなんで、うん、どんどんこうやって若返っていただいて、まあ、今日はこのライブ配信する前はですね、ともちゃんも走ってウォーキングじゃない、ウォーキングじゃあ走ってるんだよな、ランニングやな、そう、もうだからでもこのちょうどヒデさんに会った頃は走りたいけど、うん、走るのも走れなかったんですよ。なんか外に出てその走ってるって見られるのが嫌でみたいな。でも、はいはい、もう引きこもりね、さっきの一日中24時間いてるっていうことがずっとあったんですね、うん、ちょっと逆にしました。人の目を気にするし、すごくその、うん、
あんな、その時そんなに、まあ今もそうだけども、もっと太ってたから、あんな太ってるのに走ってと思われたら嫌だとか、うん、見てたらもっとちゃんと走らなきゃだとかって、なんか変なことばっかり考えて、全然外に行けなかったのが時期でしたね。そっか、そんな時期。もう今は全然、その、全然。全然今はもうそんな全然そんなことほとんどない。もう走ってきますって言って走りに行って、近所の人だってこんにちはって言うだけまあ別人になったね、そう考えたらねいや本当にね、まあ僕、まあ、ともちゃんと12年そうやな12年やもんな、まあ、僕もちょっとそういう部分では本当に、なんかメンタルケア心理士をあれで取ってからいろいろとこうね、いろんな部分でともちゃんにもいろいろとバディをやっていただいたおかげもあって、なんかお互いがいいところを吸収し合って うまくね、本当に僕もせっかちでものすごい時間とかも今でもそういうのはあるけど、だいぶねそういう部分でゆったりとね、こう釣りでも一日中釣りやっててもね、焦りがない。今までやったら焦るにね、次元爆弾を後ろにこうつけられてるかのような時計がもう常にこう動いてるみたいな、秒単位で生きてた時代があったけど、まあ別に釣りしてたところで死ねへんわとかね思えるようになった。変な話、それぐらい12年前ぐらいだったらそうやったもんね、はい、まあそんなところから、今こうやって配信をライブ配信をしちゃるわけよもういいもういいもういいかもうくどいね、はい、いうことでね、であのライブ配信をだからその、そうですね、最後ちょっと一言言わせてもらうと、はいはい、私やっぱり、まあ、いろいろね、仕事なんかも自分で講師業やってるし、自分でいろんなこと考えて、自分でやっていくっていうのがすごく大事だって思ってるんだけども、今も思ってるし、昔も思ってたんだけども、だけど決定的に違うのが、昔は自分が考えて、自分でやっていこうと思ってたんだけども、それは自分だけで考えて、自分だけでやろうとしてたなってすごく思って。だから自分が考えてもいいんだけど、自分だけでやる必要はなくって、仲間だとか、うん、いろいろな人に頼ったり助けてもらったり、うん、もちろん助けてもらわないと何もできないんで、そういうその周りの人を巻き込むっていうのが、周りの人に頼れるようになったっていうのがこの12年で変わった、すごく大きく変わったことかなって。だから基本的なことはあんまり変わってないのかもしれないんだけども、一人でなんか頑張るんやみたいに、さっきの人、次元爆弾ヒデさんは背負ってるって言ったけども、うんうんうん、それみたいな感じだったのを、もうちょっと緩やかにゆるっとできるっていうのは、他の人に頼れるようになったかなっていう。うんうんうん、確かにね、うん。いや、今、いや、本当に、僕、それ今聞いてて、自分のことかなと思うことも、今思ったよ。やっぱり、いやあんまり僕もそのともちゃんと同じでさ、うん、人になんか甘えたくなかったのね。甘えたり頼ったり、うん、ね、まあ、今のも神さんに頼りまくってるやんもうそれでそれの方がお互いうまくいくしみたいな、うん、だけど、まあ、スタッフにも頼ったりっていうような、そういう時ね、要せんかったよね、要は今までね、うん、だからそれが最近ようやくですね、今ともちゃんほんまにやっぱりさすが日本語のプロフェッショナルだけあって分かりやすい、そのもう一回言って何が、ね、自分だけがの、そのちょっとした言葉で違うもんね、意味がね。そうですね、今昔も今も自分で考えて、自分が考えて自分で決めてやっていくっていうのが非常に大事だって思ってるんだけども、違うところは昔は自分だけで考えていく、今は自分が考えるけども、行動考えるときに他の人の話も聞くし、他の人の意見も聞くし、そして、一緒にやってっていうふうにお願いできるように、助けてって言えるようになったなって思ってます。 ありがとうございますもう最後の最後にいいメッセージをバシッと決めていただきましたね。もう時間まで見てくれてる、さすがに講師業をやっていただいてて、僕忘れとった時間ね、もうまあ緩くさせてもらったけど、僕はもうリラックスしてたからさ、今日もうなんかバディやからさ、もう常にもう他の視聴者のこと忘れとったわ今すいません、申し訳ない、覚えておいてください。いやいやいや、本当に冗談抜きでね、なんか12年間ずっとね、まあ、こうやって、ね、今ももうバディでやってるような感覚で、常にお互い違うちょっと、業界ではあるんですけどね、まあ、本当に頑張って、まあ、これからも自分
が考えて、人にもいろいろと意見をいただきながら頑張っていきましょうじゃないですか。はい、ちゃんと言えた。特にね、我々ね、やっぱり年齢いけばいくほどさ、なんか余計に意固地になってっていう傾向にありがちらしいんで ね、やっぱりこの、その若い方々にもいろいろと協力を得るとか、もう本当に今のこんなスピード速いなんかアプリとかあんな見てたらいっぱい出てくるから見つけられやんもね、まあ、そういう時はもう本当にそういう若い方々のね、あのやっぱり協力いただいたりねしたらいいかと思いますよね、ともちゃんね。はい、はいはい、ということで、あの最後まとめになったのかどうか分かりませんけども、今日はありがとうございました。本当にね、こちらこそありがとうございました。いや、まあ、今日ね本当にあの、ずっと見ていただいている方はねありがとうございます。本当にありがとうございます、うん、あの遠山さんもご無沙汰でね、これもなあの知り合いの方で、本当にそうで、うちの神さんもずっと見ていただいて、みやさんもね奈良からもずっと見ていただいてありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。はい、まあ、こんな感じでね、日本女性を元気にする会ということで、まあ、まあのいつもだったら金曜日の、ね、夜8時からということで去年もやってたけども、最近ちょっと不定期でね、こうやってあのゲストの方と調整しながら不定期でやってましたけども、久しぶりにねあのさせてもらいました。 しかも地元和歌山のねあの古田智美さん、まあ本当にあのリラックスした感じで楽しく、ね、し聞かせていただきました。はい、もうとにかく頭に残ってるのはポジティブに進もう、パーキングですね。もうそれもう和歌山弁とそれがの今日は残りそうですね。残りそう。僕はあのこれから公演にちょっとジョークの時にそれ使わせていただきますんで、よろしくお願いします。もうつぶてく使ってください。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、本日はこの辺でねあの終わらせていただきます。本当にね今日は楽しい時間ありがとうございました。またこれあのアーカイブ載せて、アーカイブというかあのあれ、YouTube の方にもねあのまた編集してアップしておきます。でその時はまたねちょっと後日になりますけども、見ていただけなかった方にはまたアーカイブとしても残りますので、ぜひねご覧になってください。はい、ということでともちゃんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、富山さんも最後にね、ありがとうございます。また富山さんも和歌山に遊びに来てくださいね。はい、遊びに来てください。ぜひぜひまたお待ちしています。はい、ということでご覧の皆さんありがとうございました。また、はい、また次回を楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。良い週末を楽しんでください。